レオ AE86 はその一見当たり前に見えるマシンスペックから想像できないほどの角度を維持、切り返しの素早さはご存知の通り。それはマシンが軽量ということもあるが、レオ自身の踏む蹴る回すなどの基本ドリフトテクニックが人並み以上に秀逸で、その複合技がスーパーテクニックに見える。手と足が見えるオンボードカメラで研究しよう。